いや、そうじゃなくてさ、あ、お金もうこけしのことをお金って呼ぶ。よし、それじゃあ、あれは駒さん側の立場じゃなくてってことなんやね。モノマネ金側なんや。え、てかマジでさ、もう一個はどこにあるの？なくない？あ、間違えた。この手のマーク何？あー、なるほど。え、マジでないよね。あそこにある木内山、お寺の横から行けばいいのか。なるほどなるほど、オッケーです。じゃあこっちじゃなくて、またさらにこっちに行けばいいわけね。向かいます。あー、いいね。こういう道とかもすごい好きなんやけど、めちゃくちゃ好きなんやけど、蚊にめっちゃ刺されそう。虫もいっぱい出てきそう。いろんな、なんかマップで見たら遠いんやけどさ、いざこうやって移動してみるとあっという間に到着するんよね。お、ん？今のはのがっぱ？なぜこんなとこに人参が？あ、のがっぱ、あえのちゃんじゃないっすか。お久しぶりっすね。いやはや、はるばる山本村にまで来てのがっぱと出会ってしまうとは。これも何かの縁ってやつですかね。あ、そうっす、聞いてくださいっす。この間大変だったんすよ。ちょっとお昼寝タイムに川に浮かんだだけなんですけど、え、また目が覚めたら全然違う場所なんすよ。よく見たらなんと海の近くだったっす。これだから川は乗れないっす。川半端ねえっす。うん、大体知ってる。この間のあれっすか。いやー、私たちはもっと大変な目にあったんですけどね。でものがっぱ、こんな遠くまで来て何してるの？ここさらに流れが速いけん気をつけな。ん？釣りっすよ、釣り。こんな流れの速いとこで？この辺りの川は水が綺麗で最高の川釣りスポットなんすよ。もっと下流の方でやった方がいいんじゃないかな。カッパ界ってそれなりに有名なんすよね。なんすけど、そうっす、アイナちゃんなら何とかしてくれるかもっす。ちょっと助けてほしいことがあるんですけど、いいっすか？なになに？釣りどころじゃないっす。ケバモト村の川の上流でのがっぱを発見。助けてほしいことがあるらしいのだが。うんうん、なんでしょう。ありがたいっす。ずっと困ってたんす。マジ感謝っす。うん、うん。それで私は何すればいいの？のがっぱってなんかめちゃくちゃ可愛い後輩感が。あ、そうっすね。この川のもうちょっと下ったところで川魚がよく釣れるんですけど、じゃあやっぱ下った方がいいんじゃないかな。どこに行ってもモレゾウがいて取り付いてくるんですよ。ほうほう、もう釣りどころじゃないっす。なるほど、モレそうになると。ウィスパー、モレゾウってどんな妖怪なの？え、私に聞くんですか？そりゃ妖怪羊ですから。そうですね、モレゾウ、モレゾウありました。取り付いた相手を漏れそうにする、なんとも恐ろしい妖怪ですよ。漏れそうってもしかしておしっこっす。あれかな、台の方とかには適用されるのかな、漏れそうは。それは確かに釣りどころじゃなくなるね。ほんと困ってるんす。あいつら懲らしめてほしいんすよ。てかあれかい、妖怪たちにもトイレという概念があるんかな。のがっぱはともかく人間に取り付いたら大変ですし、やるしかないですね。まあ妖怪のトイレ事情がよくわからんけん。うん、そうだね。漏れぞたくさんいたんすけど、3匹も殺しめればいけるはずっす。あ、くれぐれも取り憑かれないように注意っすよ。いっぱいおるんや。どのあたりですかね。もっと下流の方。どの辺で見ればいいんだろうか。でもまあこっちから行くんか。え、なんか葉っぱの像があるんだが、なんかこういうやつさ、なんかすごい点点点ってなるのはなんなんやろ。そのうちストーリーに関係してくるとかそういうことかな。今は特に
反応ないけど、なんかどっか調べれば出てくる感じか、というわけでもない。カエル、何あれ、カニやった、びっくり。いやそうじゃなくてさあ、お金もうこけしのことお金って呼ぶ。でも多分あれよね、そのパッと見てうようよおるわけじゃなくて、どっかを調べておる。え、でも漏れ蔵ってこういう感じのとこにおる。え、絶対違うよね。どういうところを調べればおるんやろ。臭みの草を手に入れた。何臭みって、こういう川とかにおるんかな。お、妖怪の気配がする。どこや、これか。なんか今、え、なんかめっちゃ消える。漏れそう、おったよ。逃げんなってめっちゃ逃げるんだけど、え、ちょっと早くなんでそんな遅いん。漏れそうを見つけた、イエーイ。3匹って言ったよね。漏れ蔵は襲いかかってきた。漏れ蔵なんかあれなんやね、柔道着みたいなの着とんやね。漏れ蔵たちが現れた。まあ、柔道着っていうか道着。待って、技ジミーめっちゃこっち向いとる。我慢、漏れ蔵人を漏れさせるくせに自分は我慢するんやなえ、これってさ、これで3匹って数えられんの、これね、これで3匹ってことでよくない？違うんかな。普通にサーチして見つけた数が3匹なんかな。だって今3匹おってん。どうなんやろその辺。お、仲間に倒した漏れ蔵が近づいてきた。も、漏れそうなんだけど、君と友達になりたいと思ってトイレ行きな漏れ蔵と友達になりましょう。漏れ蔵、思っとった声と違った、もっと可愛いかと漏れ蔵見た目は可愛いんやけどな。あ、マジで妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。今のはやっぱ1体って数えられるんかな。でも何も、多分3体やっつけたら更新されたみたいな感じになるんよね。まああと2匹見つけますか。どういうところを探せるところなんかがよくわからんねえけど、めっちゃカエルが。てか昨日さ、なんか田んぼでおたまじゃくしとかおらんかなーと思って、かわいいやんおたまじゃくし。カエルになったらちょっとあれなんやけどおたまじゃくしとかおらんかなーと思ってめっちゃ田んぼ見よったんやけど、なんかちっちゃいよくわからん虫しかおらんくってさ。でも思ったけどあれなんよね、結構6月の最初あたりにめちゃくちゃカエルの大合唱が聞こえよって、今全く聞こえんけんさ、もうオタマジャクシの季節とっくに終わっとんかと思ってえ、てかあんだけ聞こえよったカエルの合唱聞こえんくなったの何？カエルってそんなに寿命短い感じ？でもマジで全くカエルの声聞こえんのやけど、夜になっても。お、いるのでは？どこだい？これか？え、消えたよ。お前だな。めっちゃ走り回るやん。よし、多分これで2体目ってことになると思う。てかこの手間元村全然サブクエなくない？
え、どこだ、これか。あ、この合わせるまで待っとってくれたら。え、なに、呼ばれている、なんてことだよ。やっつけたんかと思ったらやられてる方じゃないか。おい、グレルリン、森蔵そんなに強かった？地味な一発。待って、ちょっと変えよう。ナゾレイ、ちょっと回復しに行きたいな。え、これ戦闘が終わったら自動的に1になって復活するんやっけ。うん、何そんな遅かったの、発動するの。地面シャワー、お、3体同時。でもやられても経験値もらえるんよねどういう仕様って感じやけど、うん、やっぱ1になって復活はするんよね。あとはちょっとお寺で回復しておくか。あそこキュッピーあるね。ああ、バテてる。下りの坂道ぐらいさ、体力消耗せんといてほしいな。よいしょ、OK。じゃあもう一回ちょっと川に、漏れ蔵を探しに。走り方がかわいい。まあ、めっちゃ慌てとる感じ。なんか自分がサーチされよるっていうの分かるんかな。どういう感覚なんやろ。ゾワゾワするとか。妖怪なのに。いつも大量におるな、やっぱ。ちょ、ま、びっくりした。やられたんかと思った。取り憑かれてんのね。なるほど。取り憑かれたら技が出せんくなるのか。今すらながら。突っ張りメンチ。突っ張りメンチってさ、全体攻撃やったっけ？今全体にダメージあったね。地味な一発。いけ。よしよし、ちょっと待って。ちょ、お払いお払い。綺麗。待って、なるほど、一回じゃダメやった。全然綺麗やんって思ったら。よし、お払い完了からの、待って、地面リンボ、あれ全然合ってなかった。お、やられたんかと思ってやっつけたんね。なるほど。でも妖怪ウォッチのさ、このなんか妖怪の前衛後衛の入れ替えの仕方めっちゃいいよね。え、なんか特にクエスト更新の音みたいなのならんかったんやけど。まあでも倒したよね。あの、ちゃんとした数は9体ぐらい倒したし。どうすかね。のかっぱ、漏れ蔵3匹懲らしめてきたよ。お、モースか。さすがエナちゃんっすね。これでゆっくり連れてきるっす。でも何かお礼しなきゃっすね。あ、これがいいっす。今日はたくさん釣るつもりで釣り竿もたくさん持ってきてたんす。お礼に1本あげちゃうっすよ。お、釣り竿ありがとう。うわ、いいの、ありがとう。ふふん、これでエナちゃんも釣り仲間っすね。あ、そうっす。釣り仲間同士、釣り勝負でもやらないっすか？一人で釣るよりずっと楽しいっすよ。アイナちゃん、のがっぱに勝負を挑まれましたよ。ここはガツンと任しちゃいましょうよ。うん。でも何を釣ればいいの？そうっすね。アイナちゃんまだまだ初心者っすからね。この辺りの魚なら、船とかがちょうどいいんじゃないっすかね。え、指定されるの？わかった。船だね。たまにレアな船も釣れるんですけど、普通のやつでいいっすよ。レアな船。アユナちゃんはまだまだ初心者っすからね。なんかバカにされている。先に船を3匹釣ってきた方が勝ちっす。じゃあ勝負スタートっすよ。先に？先とかある？でも別にのがっぱ特に動いてないし。先にって言うけど別に、あれよね。普通に釣ればいいんよね。あれか、
また下流に行って、なんか魚泳ぎで泳ぎよるとかあったもんね。あれで釣りができるのか。ちょ待って、お、釣りをしよう。レンズを動かして釣りたい魚を探します。釣り針マークが出ると釣りができます。ふんふん。下画面のリールを程よく回転させて魚を引き寄せていきましょう。リールの回転が強すぎたり弱すぎると糸が切れて魚が逃げてしまいますよ。最後までうまく引き寄せれば見事釣り上げることができます。また魚がいるときに魚用紙の巻き絵を使えば仲間の魚がやってきますよ。めっちゃ持っとるやつやん。ただし魚がいないときは餌を撒くことができません。ほう、なんか今この辺で動きおらんかった。カニか。え、今餌も開ける感じ。魚おらんけど。あ、これか、魚おったわ。よし、じゃあここでさ、すでに十分魚がいるだと。はい。あー待って、怖いんですけど。思ったより強め。離れ、待って、あ、もうこれ最後まで巻き上げればいいの。こういうの苦手なのよ。ちょ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 、え、強いって。待って、強いんですが。お、いけた。はあ、腕が船を釣り上げた。よしよし、これでもう一匹引き寄せれば、よしよし、これで3匹いけるってことやろ。ふう、よし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 、これで、はい、あとは巻き上げるだけ。最初のうちに一気にグワーっていってしまえば割と軽い力で、あ、最初よりは大丈夫やね。でこれで3匹やろ。ふう、え、何？なんかめっちゃ凶暴な感じやん。ちょ、待って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 。あー、はい、巻き上げます巻き上げます。おー、ちょっと手慣れてきたね。イエーイ。3匹捕まえたよ、フナ。長っぱはどんな感じっすか？曲がっぱ、船3匹釣ってきたよ。ふん、ダメっす。今話しかけちゃダメっす。え、のがっぱ？どうしたの？だからダメっす。動いたら漏れ、そっち。船が逃げるとかかと思ったら。のがっぱまさか、漏れそうっす。もしかして私たちが釣っている間に漏れそうに取りつかれて。だって3匹やっつけただけじゃねえ。あんなにいっぱいおったのに。釣り勝負はあいなちゃんの勝ちでいいっすから。本当？ありがとう。あ、大きな声出しちゃダメっすよ。でれっす。え？どうすんのそれ？そこでするの？トイレに行くの？さすがです。釣りどころじゃないっす。バッチリ解決。解決したんか？全然解決してなさそうやってけど。お、幻影の指輪。この指輪を身につけると妖術を簡単に使いこなせるように。妖精の指輪。妖精が宿っているかのごとく見るものを魅了する力がこもっている。こっちで。ボーナスチャンス。よし、いいぞいいぞ。人面剣。妖力のお札を手に入れた。あれは妖怪老人会の皆さんかな。ストーリーのロックが外れた。